ラジオエジです。12月1日金曜日22時7分を回りました。えー、ラジオエジの夜トレイヒー。見えますか見えますか見えますかえー、今日のテーマです。ただラジオエジの顔が邪魔。ラジオエジの 顔が邪魔だよ <laughs> 別にこんな音楽流す必要ないですか。えー、ラジオジージは顔が邪魔ということでお届けします。今日はね、あの CPI が出るんですよ。CPI が出るので、早めに、もうひげ伸びてきましたけど、早めにこの夜トレをやって、夜トレの中で CPI の、もう目が,目が見えません、今日は。 しメガネかければいいか。CPI の実況中継、う、CPI の実況中継をやって、それで CPI の結果が出たところでね、出たところで、えー、それを、影響を見て、日経平均の、日経平均の <laughs>、日経平均の動画をやると。それで今週終わりという感じ。メガネも嫌な。えー、今週終わりという感じです。 こんな感じで。だから今、今日ね、えー、10時半ぐらい。今は10時20、10時8分なんで、えー、だんだん喋って、皆さんのメールとか紹介してる間に、えー、CPI が出るから。CPI を中継して、それで、えー、次の動画もやると。一番あの、今あの今、の夜やってる、えー、あの明日のチャンス銘柄っていうね、あれが一番大変なんですよね。 えー、40分に近づ0 35分ぐらいですね。あれが一番大変なんですけど。それをこの後やる。まあ、あれが一番大変っていう。えー、どれが大変っていうことはないんですけど。はい、まあある意味、あのこの夜トレが大変ですけどね、えー。ということで今日は、えー、今日の出来事は何もないです。何もないのかよっていう。今日の出来事は何もないですね。えー ただただ、こう持って動画を作っていただけです。はい。えー、何か出来事はあったんでしょうか <laughs> 何もないなぁ。このまま僕の人生は終わっていくのでしょうかっていう感じですね。はい。さて、えー、どれから見ましょうかああ、そうだ。メールの紹介から行きましょうかね。ちょっと早いかなね、でも今日出来事は何もないので、はい。メールを紹介していきたいと思います。 で、今日のテーマはこれです。あの、お前の顔が邪魔なんだっていうね、そういうテーマなんですけど、メールはこれですね。えー、要望。前もね、この方からメールいただいたと思うんですけどね。えー、ラジマイジ先生。えー、ということで。すいません、あの、僕、ここはあの、一応 Z なんですよね。こういうふうに、はい、直させていただきますけど。ラ <laughs> ジマジ先生。いつも動画をありがとうございます。 K.O. と申します。これちゃんとね、名前書いていただいてたんですけど、まあ、あんまり名前を出してしまうのも良くないかなと思って、イニシャルにしたら K.O. さんでした。はい。K.O. さん。<laughs> なんかノックアウトされた感じの方ですけど、ノックアウトする感じ、する感じの人ですかね。こう、パンチが飛んでくる感じのね、K.O. さん。要望がございます。この漢字の使い方がいいですよね。この、ありがとうございますとかね。この辺の漢字が入っている。 この要望がございますっていうのがね、いいですね。えー、味噌の座っていうのがありますけどね。味噌の座。え、味噌、味噌の座似てませんか味噌の座。味噌の座。あ、似てますよね <laughs>。いや、関係ない。要望がございます。味噌の座って名古屋だっけなんか、劇とかいるとかね。ございます。はい、読みます。読みます。添付の画像のように、動画のお顔を、 右足の何もデータがないところに移動していただけないでしょうか。銘柄のリストが見えないので、ぜひお願いしたいと思いました。ご検討お願いします。ということでね。これ前も確かいただいて、僕改善したつもりなんですけどね。要件のみですが、今後も動画を楽しみにしております。オミクロン、<laughs> 流行も拡大しそうですが <laughs>、ご自愛ください。 えー、では失礼します。ということでね。オミクロの話もね、書いてありますけど。こういうメールをいただきまして、添付の画像をいただきましたので、ちょっと皆さんにもお見せしたいと思いますけどね。添付の画像はこのような画像が、はい。えー、添付されておりました。はい。あそのね。ちょっと僕を消しますね。ちょっとね、僕を消しますけど。こう,こうしろと。<laughs> ここでお願いします。ということでね。 えー、僕のいつもこう動画の画像がこういうところに、こういうところにね、えー、僕の画像があるわけですけど、これをここに映せと。<laughs> ここでお願いします。この字がいいですね。ここでお願いします。こっちにずらしてください。顔がお前の顔が邪魔なんだよ。こっちに動かしてくれ。っていうね。<laughs> ということです。ちょっとね、えー、僕の顔があるがゆえにチャートが見づらいということでね。この顔をね、これをこっちへ持っていき、ここにあるやつをこっちへ持っていきなさいっていうね。えっとですね。<laughs> えっとですね、あの、ちょっとチャート写してみますけどね。こういう感じですよね、いつもね。で、これが例えば、 こうなってると、こう、この辺が、銘柄が、この辺がね、隠れるんでね。で最近はね、これちゃんと意識して、僕、隠れないようにこの辺に持ってったりとかしてるんですけどね。で、ここ持っていっちゃうと、RSI の75ラインとか25ラインが見えないから、っこっちに持っていくんで、こっちに持っていくと、銘柄が見えないと。で、えー、こっち、ここ持っていくと、えー、チャートによっては邪魔になると。 でね、実はここもですね、大事な指標が出てまして、14日の RSI と9の RSI がここに出てたりとかですね。KO さん。それからね、こうした時にはこの5プラス25のね、R 式帰りがここに出てることがあるんでございますよ。はい。なので、こっちへ持っていきますと、この今度は R 式帰りが見えないんでございますね。 なので、今は最近は大体この辺に僕いるんですけど、これをだいたいちょっとね、邪魔かなと思うときには頑張って横に移動したりしてます。ダメですかね <laughs> ダメですかねダメですかねそれにしてるんだけどなぁ。まだ配慮は足りないですかねうん。まあ、こんなやつはいっそのこといなくてもいいですよね。いなくても、声さえ聞こえていれば問題ないんで、 いないっていうのはどうですかいなくするっていうのはね。い、なし。あるいは、えー、もう、堂々とど真ん中に持ってくる。ど真ん中に持ってきて、で、喋る。えー、あるいは、こんな感じで、こんな感じで、えー、まあ、ちょっとだいぶ、はしょる。ね、こんな感じ。このぐらいの感じ。こんな感じで、はしょって、目だけ。<laughs> 目だけ。<laughs> するとかね。 えー、あまりこう動かさない方がいいかね。<laughs> 変なことなるから。えー、ああああこれも縮めたりもできるんですけどね。あまりこれ動かすとまたちょっとレイアウトが変わってくるとね、いろいろ問題があるので、これ結構苦労して、えー、作成したレイアウトなんでね。ここはだけど、すませんね。文字が見えなくなっちゃうんですよ。はい、どこに行こうかな。<laughs> どこに行こう。 沈む、沈む夕日、日の出、日の入り。みたいなね。日の、日の出、日の入り。<laughs> まあね。ということで、すいません。はい。えー、ね、えー。顔が邪魔だよー、ということでね。 ここでお願いします。はい。この時はたまたまこれ何も出てないんですけどね。で、またここへ来ると、登録、チャンネル登録がどうなんだろう。<laughs> 消える。え、消えることはないか。はい。これ、あれは一番上に来るからね。ということで、はい。ビービー <laughs> はい。すいません。ね。え、また、えっ、ー、と、邪魔にならないように、えー、配慮させていただきます。K.O. さん、ありがとうございました。 ね図まで作っていただきましてありがとうございましただいぶ配慮してるんだけどなぁ次の方投資、えー、相談です迷い道間違いだらけさんやっぱり目が見,見えないな今日 <laughs> 見えない4825目座にそうよく見えるラジオエジ様いつもお世話になっております迷い道間違いだらけです毎日 中夜欠かさず拝見させていただいております。これ、ラジ中ですね。えー、ラジオエジが、もう、もうあラジオエジがないと、もう、あの、やっていけない、ラジ中。<laughs> えー、ラジ中状態ですね。毎日、中、えー、夜欠かさず拝見させていただいております。ね。何か他にね、ね、えー、違う趣味を見つけていただくのもいいの,いいのではないかと思いますけどね。 チャート力キガゴは絵いたいんですが、4825ウェザーニューズの空売りにはまってしまい、えー、助けてくれの状態でございます。これで本当心臓に悪いよね。あ,あ,もうあまりにも悲惨。助けてくれの状態でございます。10月21日に第2のピークで、 ラジオ屋さんの、ちょっと待って、ラジオ屋さんの、もうピークでしょの言葉に乗って、8420円で100株から売り。ね、この人の言葉に乗って <laughs>、その後もぐんぐん上昇し、11月18日は9593円で100株難品、1000円上けた、いいじゃないですか。 ところが、その回なく、その後も上昇。12月9日には1万円まで行ってしまいましたと。11月末には RNSI が低下してきたので、よしよしと思ったのですが、また RNSI が再上昇。困ったことになっています。含み損は20万。超えています。ですね。これが、この含み損がある限りは、チャート力学を購入していただけないわけですね。はい。そうでしょう。<laughs> えー、業績好調とはいえ、経常益8億円程度の会社なんで、そのうち沈静化すると読んだ私が間違っていたのでしょうか。今後の見通しをぜひ教えてください。今年の冬は寒くなりそうです。私のところの寒いです。<laughs> が、ラジオイさんはお体をご自愛いただき、末長くご活躍されることをお祈りしております。<laughs> 弱い二十、七十、弱い七十になり、お医者気短い、時事より、 おいさき短いじちより。ダメ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 。そんな音を出しちゃダメです。ね。そんなこと言わないでくださいよ。おいさき短いとか。ね。ね。言わないでくださいよ。ね。今、効果音。ちょっと。効果音の長谷川くん。ダメ。こういう、そういう効果音出しちゃダメ。これダメ。<laughs> もっといい効果音ないの 弱い70になり、追い先短いじじイより、って、なんかないの <laughs> 本当とに。なんかないのね。なんかないんですかねえ。何もないよ。毒、毒。あ、これ関係ない <laughs> ねえ。追い先短い。ビヨヨン。い,いですね。 えー、ということ。やっぱりこれしかないね。やっぱりね。おいしさけ短いじじいより。<laughs> これしかないね。<laughs> ちょっと早い。チン早い。<laughs> 本当に申し訳ありません。えー、僕もかわあんまり変わらないので <laughs>、こんなことやったらまた怒られるねえ、すいませんでした。あ、それって、それはいいんだけど、えー、そのウェザーニュース見てかなきゃいけないですね。 大体、そうだいたいこいつが、もうピークでしょとか言ったところから上がり始めることって結構あるんですよね。本当申し訳ないですね。これ今、ここ1はここでいいですかね <laughs>。ここや、監視ね。ここ、まあ、リストは今今日これあまり関係ないので、えー、っとね、じゃあもうリストを取りましょうか。リストを取りましょうか。リストをね、リストを取あれ,あれ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 リストはいらん。よし。そして、僕はここに行こうか。ね、ここに行こうか。 これやったら邪魔にならないかな。ね。えー、こんな感じで、ちょっとチャートを映していきたいと思います。なんか嫌だね、ここね。居心地悪いなぁ。この辺、これと、あ、あずしきの帰りが見え、ここら辺か。ここら辺がいいかな居心地がいいかな沈むか、ちょっとこうやって。沈むか。いこの辺で行きますけど。はい。はい、くどい。はい。<laughs> くどい。はい。えっ、ー、と、まずは、8420円か。 8420、この辺ですね。はい。8420円。チャート力学のユーザーの皆様、えー、このようにチャート力学では、えー、ラインを引くことができます。コ,コントロールプラスシフトを押しながらピッって引きますと、横一直線のラインが引けます。はい。コントロールだけ押してピッと引いた場合、斜めのラインも引けまして、この斜めのラインを引いたときに、 えー、コントロールキーで、ピーってやるとね、コントロールキーを押しながらマウスをドラッグしますと、斜めのラインが引けまして、この斜めのラインに、え、えーえー、マウスポインターを置いて、キュってクリックしますと、クリックしたままにしますと、42日間で4250円、70%ぐらい上昇したっていう、これラインが出てまいります。そして、えー、9500円で難品をしたので、 今、9000円ぐらいに多分、ね、えー、買い値がある、あ、売り値があるということですね。そして、これが、えー、9000円で、1万円まで行ってるから、100株で10万200、200株だから20万のマイナスあると。それは、お前のせいだと。お前のせいだと。えー、まあ、優しい書き方になってますけど、お前のせいだっていう、そういう目ですね。あの、実際、 こういうふうにあの、RSI が100まで行ったところとかは、ピークになりやすいんですよ。実際にね。ここもね。で、この辺で僕ピークって言ったと思うんですね。もう、もうからピークですよ、と。で、そこの後で下げずに、えー、さらに前の高値を抜いてくれると、これ第2波ですね。そして第3波、第4波というふうに来てまして、ここで売った場合に、ここの山で取ろうと思って売った場合に、第2波が来てや、やられていって 行こうとしている場合には、まあ、切、切るのも手です。これ、ここで、あ、もうやばい、これ、ここ乗り越えたら、どこまで行くかわからんぞっていう時には、ここでね、切るのも手なんですよ。ここで切る。そうすれば、ここで割れるんでね。えー、っていうのは、この今までの山をもう一回越えてくるってよのは良くないんですよ。空売りで。で、そうすると、もう一回来るかもしれないし、もう一回来るかもしれな,いなくなっちゃうんですよ。だから、ま、あ一回この、ここで決めようと思って、 やったから売りを、が、もう一杯来た時には、要注意なんですよ。それは本当にね。で、今、1万円と、いうことですけど、これ、まあ、足で見た時にも結構高いですし、おっしゃるように、あの、そんなに、どんどん売買ゲームで伸びていくような、え、銘柄でもないので、え、こんだけ上がるのは上がりすぎで、8000円ぐらいまでね、この五と25の中間点の、 8000円ぐらいまでは、まあ、下がっていってもおかしくないチャートではあります。はい。ただまあ、それは確実ではないので、まあ、とりあえずはでも、ちょっと頑張っていただければ、えー、株価は上がってるけど、RSI が下がっているという、ダイバージェンスという現象も見られる中、えー、上値は重くなりがちではないかと思われますんでね。はい。で、調整すれば、平気で、この75円目ぐらいまで来ますんで、 調整待ちでいいんじゃないでしょうかね、と思うんですけど、うん。またその話を僕はして、調整待ちで、まあこれ以上はないんじゃないですかって言ってたら、1万1000円、1万2000円って行く場合もあるので、その場合はまあ、えー、損切りか、難品かという、そういう判断になりますね。で、これね、あの、よく銘柄で、この銘柄持ってた方がいいでしょうか、損切りした方がいいでしょうかって言われるんですけど、それはね、 わからないんですよ <laughs>。あの、どこまで上がるか、どこで止まるかっていうのは、あの、わからないんですよ。で、まあ、あの、いろいろなパターンがあるんですけど、で、これもね、もう行き過ぎなんでね、もう、いつダメになってもおかしくない <laughs> 銘柄ではあるんですけど、ただ、えー、チャートいいですよね。200の上に75があって、25があって、ピャーって上がってから、これまだまだ行くかもしれないっていチャートになってるわけで、チャートはいいんですよ。だからね、 えー、まだいいかもしれん。ただ、日立でもそうだったし、ね、えー、上昇トレンド、6501。上昇トレンドを、えー、作っていた銘柄。ここ、もう無敵のこれ日立ね。上昇トレンド。これ、崩れますと、あと、上が重くなってくる。で、今度は、ちょっと上下変動がガタガタし始めたりして、落ちてきたりするので、はい。なので、こういうようなね、株式投資、株式、えー、株の値、ね、動きってね、 で、こういう時ってもういつまでも行くのかなと思うんだけど、必ず調整が入りますんで、まあでも、絶対ではない。でも、ね、えー、このウェザーニューズ、これが助かると言えるわけでもないけど、まあ僕だったら、1万一千円でもう一回難品して、で、えー、平均買い値を、売り値を1万円にして、でまあ、難品で長く持ってられるように、 僕だったら、無期限信用をできるだけ使って、無期限信用で、えー、売って、1000円ずつ、開けて売って、1万円ぐらいに、えー、ま、あこの後1万1000来ればねあの、来なければ、カラー売り、あの、売り増しする必要ない。えー、で、もっと上がってきたら売り増しをして、1万円に平均売りに置いて、下げるの待ちますけどね。僕だったら下げるの待ちます。 あおっしゃるように、大した業績もないし、わからないけど、何かで生やされてるわけだから、今度売られ始めたらえらいことになりますんでね、こういう銘柄は。えー、だから例えば、最近で言えば、こグリーとかもね、ここめっちゃ生やされてわけですよ。ところが、売りが入ったらこうなるわけですよね。だから今のウェザーニューズもね、同じような、えー 同じような動きになる可能性は十分にあります。でも、前、それで失敗したわけですから。大丈夫ですが、大丈夫ですが、もうピークでしょって言ったところから失敗したわけですからね。ね、えー、昨日の、あのね、えっと、株を専門にやっていらっしゃるあの会社 <laughs> 株、株取引を専門にやってる、やっていらっしゃる会社の社長さんから昨日メール来ましたよね。 まず朝みんなが集まると朝礼で、さあ今日はこの株を買うよっていう朝礼をやって、で皆さん社員の皆さんベーと携帯でもう一斉にこう株取引をやっているっていうね、本業は何かわからないっていう、そういう会社の社長さんがいましたけどね。ね、あの、まあ、あのね、そんな感じでのめり込んだり、えー、その社長さんも言ってましたよね。家が買いたいけど家が、家売らなきゃいけなくなったとか言ってましたよね。 ま、ああの、とにかくう、どこまで行っちゃうかわからないのが、えー、これ株なんでね。その辺は、えー、どうしたらいいかよく考えていただいて。うん、本当にね、わ、えー、からないんですよ。わ <laughs> からないんですよ。本当に。笑い事ではない<笑>,笑い事ではないのね。で、まだ、うん、まあね。で、 そうだなぁ。これでも考えてもね、僕にもわからない。週足は行き過ぎてるが、やっぱり行きすぎは間違いない。で、今、あの、週足の RSI がピークですからね、これ。ピークですからね。はい。あそういうことで、えー、これは、えー、ウェザーニューズは、戦うのであれば、1万1000円、売りで1万円に平均値。 平均回、売りを持っていく。そして、できれば無期限信用で戦う。そして、儲けようとしない。こうなったら、もう回収できればよしとする。っていうね、そういう感じでやっていただければと思いますけどね。ああ、ね、その昨日のそのおじさんがもう、あの、お前は、その、予想、 予想どこ、とかね、ここはピークだとか変なこと言うのやめろと。恨まれるぞっていうアドバイスいただきましたよね。本当にこうやってあの自分の発言で損をしていらっしゃる方がいらっしゃると、本当に心が痛みます。はい。<laughs> 本当だよ。本当だよ。<laughs> <laughs> そのおじさんがね、あの株取引を専門にやってる会社のおじさんが言って言ってくれてましたよね。まあね。 だから、やめようかな。やめようかな、とか。いや、本当にね、あの、思うことありますよ。あの、もうね、えー、こういう、なんか、誤解を招くような動画、やめた方がいいんじゃないけど、ここピークだって。まあ、確かに、これピークなんだよね。テクニカル的には、ここ。ね。だけど、それでまだ上がるっていうのもあるもんですから。 ね、しかも、そんなにね、あの、パッとした、まあ、パッとしてるかどうか、何か将来性がね、すごい評価されてたりとか、があると、そんな儲かってない会社の株でも買われるんだよね。そこが株取引の難しいところ、面白いところでもあるんだけどね。そういうふうになりますので。まあ、1万1000円でもう100株売れますか で、1万円で平均回値売り値1万円で待つ。あれ、今は9000円なんですけど、これぐらいは、4、5日で平気でこれ下がってきますから。はい。こう、ちょっと書いておきますね。すごい落ちた時の、落ちる時のシミュレーションを書いておきますね。こんな感じで落ちるかもしれないわけですから。えー、<laughs> ね。今とこ全然その傷差しはありませんけどね。 落ちるのを待ちましょう。でも本当にね、あの、逆行した場合はもう本当に、えー、難品するか損切りするか耐えるか三つしかない。はい。えー、ね、こんな、こんな僕を体に気をつけろとかありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 早く損が解消して、うちのチャート力学をご購入いただける日がね、 くることをおお祈りりしております次の方、えービビリバンさんです。はじめまして、46歳投資。あ、CPU 出たね。ちょっと CPU 見よう。CPU が出たぞ。CPU じゃない。CPI が出たぞ。CPI 見よう。えー、何が起こっているか。どれドレンから見よう。ピッ。あれ <laughs> ちょっと待ってる。ああなんだこれ あ、これは要するに CPI が悪かったから利上げはないだろうっていうことになっているということは裏返せば株は上がっているのかにけ。いや上がってるか上がってますね。そういうことですね。CPI が悪かったんですね。ちょっとチェック。チェック。CPI 出てるかなほい。 数字来るか数字来るか数字来るかあ、来た、えー、消費者物価指数前月比が、えー、0.7の予想8、6.8の予想通りっていうことなんで、まあ、あまり上がらなかったということですね。よっしゃ、わかりました。はい。で、えー、相場の反応は、金利も下がったかな金利も下がりましたよ。金利ちょっと下がりましたよ。そして、ドル円が 円高方向に行きましたよ。はい、円高。えそして、売っとけばよかっな <laughs>。そして、えー、日本株は上昇。多分、アメリカ株も上昇。ね、えー、ニューヨークダウ五5分チャット上昇。えー、SP500 上昇。ナス上昇。一番大きい上昇。ということで、えー、CPI が大したことなかったから、市場に安心か。っていう状況になっております。 さて、じゃあね、えー、もう僕は次の動画が作れるので <laughs> 作っていきますけど、ビビリマンさんのメールだけね、紹介しましょう。はじめまして46歳、投資歴2年弱のビビリマンです。チャート分析など理解しているようで理解してないアンポンタン野郎なんですが、アンポンタン野郎 <laughs> 本題やなんですが、いろんな方々のユーチューバーの動画を見て日々勉強しております。中でもラジオイさんの動画は特に面白くて、とても面白くて特にウルトレ。先輩方のたちの話を参考にさせていただいております。ユーロ園を11月15日に会員で入り捕まっております。可能は株と違って戻るようなことをラジオイさんに言ってみたこれか。お前が言っていたと。言っていたので、言っているのを信じて待っているのですが、正直。いや、こ、 信じてはダメです。信じてはいけません。こいつを。信じてはいけませんよ。え正直不安です。ユーロあまりメジャーではないのか、取り上げている動画が少ない。これからどうなっていくのか、方向性だけでも教えてください。上がるまで決済しないので、いつでもラジオエイさんの都合で構いません。夜取りで取り上げてください。余談ですが、ラジオエイさん。疲れている時は動画投稿を少なくするとか、そういう対処をしないと、本当に倒れますよ。 人なんてこっちがダメならあっちがあるって感じで、白状物が多いっていうのが人なんですよ。<laughs> くれぐれもごちゃいや僕もね、毎日5時間ぐらいの睡眠時間でね、12時間ぐらい働いてるんですよね。5時間ぐらいの睡眠時間で、12時間ぐらい働いてるんですよ。倒れるよね、これ。<laughs> 間違いないよね。間違いない。あ、それで、 まああの楽しみに待っててくださいっておりますから <laughs>、えー、突然の動画更新なしどうなったみたいなねそういう時はもうもうねこの世にいないかもしれないんで僕はね、えー、と突然動画更新がないどうなったラジオエジア人どうなった前も長いことねあの、えー、休んでた時にもういなくなったんじゃないか説があったんですけどね えー、で、ユーロ円。ユーロ円ね、えっとね。今上がってるじゃないですか。良かったですね。ちょっとだけどもね。11月4日ですか ?11 月15日。えー、っと、どこだここか。ここで買った。129で買った。大丈夫です。大丈夫ですってまた言ってるし。えー、これ。12月9、ここね。 ここ、あ、十、ここえここ十二月九。十一月、えー、ごめんなさい。十一月十五。ここ。十一月十五。ここか。あ、大丈夫じゃないな。結構。ここ、百二十、あ、でも百二十九点六ぐらいで買った。まあ、この辺かもしれない。買いました。百二十九点九で買いました。だからね、これは、もうとにかく、下きたとこで難品しないと出られなくなりません、ね。下手したら。 え、下来たところで難品して、難品買いをして、平均概念を下げるしかないで出、出るためには。で、上がるの待つしかないんですけどね。で、えっ、ー、と、まあ、戻るとは言いましたけど、えー、足を見ていただくとわかりますけど、これね、え、ユーロ円は、下は110、上は150ぐらい。110から150ぐらいで動いてるんですよ。だから、株よりは、 マシっていうだけ。で、最近は大体ここ114から134ぐらいで動いてると。で、今は200円目のちょっと上ぐらいだから、まあ最近で言えば安いと。だけど、長期で見たら安いのは115円なんで、115もあり得ると。で、今200円目の上で動いてたところから降りてこようとしているようにも見えるのが週足なんだよね。だから、ね、もう何のね、あの保証もないんですよ。 で、えぇ、ー、ね、同行と言ってもですね、えー、この後、例えば最近で言うと、その流行の関係で、えヨーロッパがね、良くないからっていうんで下がっているんで、えー、それもあるので、ヨーロッパが、えそれが沈静化してくれば、えー、大丈夫かもしれません。大丈夫かもしれませんけどね。 まず、平均概念を下げて、難品して、で、脱出、試みるしかない。で、もう三つに一つしかないっていつも言いますけど、切るか。切るのは早めに切る。それから、難品して耐えるか、資金をたくさん入れて戻るの待つか。三つに一つしかない。これはもうね、動向がどうのこうのとか言っても、これ今結構不安定で、そういうふうに、その、ね、流行の状況とかによっても変わってくるので、えー、動向は読めないんで、 えー、そうやって対応していくしかありません。僕も、僕も何回か言ってますけど、ドル円の売りで捕まってまして、えー、苦しいです。で、今日今ちょっと下げてるから、あー、ちょ、ちょっとね、あ、助かったなーって、えー、思うわけですけどね。あれそうですね。はい。で、これはだからドルが弱いから、ユーロが強くなって上がってるんですけどね。ドルが売られてね。えー、ということで、あまた同じや <laughs> 下がってくれればよかったのに。対して下がらねえや。ね。こんな感じですけど。これでだからね、もっと下がってくれないと僕も逃げれないんですけど、まあやってることはやっぱりドル円でこう売りで捕まってるんで、上で売って、上で売って、ちょっと下げたらまたそこはリグって、そしてその時にポジション縮めて、ダメなポジションを損切りしてね、縮めて、でまた売って、えー、高いところで売って、下がったらリグいして、その時にダメなポジションを てしまってって形でやるしかないですよね。だから、ユーロも下がったところで買うでしょ上がるでしょ上がったら利益が出たらダメなポジションを切るんですよ。そうやって、あの、総裁していくことによってだんだん縮めていけるから、ロットを減らせるから、それでやるしかない。下がったら買って、上がったら、えぇ、ー、総裁していく。あるいは、下がったところで買って、今ぐらいのとこだったらね、待ってて、 右が出るまで待っててもいいと思うんですよね。まだ大失敗ではないと思うんだよね。やり方によるけど。あまりあの、なんかなポジションが狭いところにバン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 といが入ってたりするとやばいですけどね。まあそんなことです。あとは疲れてるってい今日も疲れてますけど、えー、気をつけてください。あなたなんか倒れちゃってもみんな別にどっか行くだけですよっていう。でしょうね。<laughs> ありがとうございます。ということで。はい。 えー、ちょっと元気がないかもしれませんが。<laughs> 終わりましょうか、そろそね。えー、いろいろ思うことはありました。<laughs> えー、ということで、ラジオジのよりとで、今週も1、えー、週間お付き合いありがとうございました。えー、バイバイ。バイ,バイま,たあまた明日はないよ。また来週ね。さようなら。それじゃね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 では皆様、良い週末をお過ごしください。終わりー